この世の中にはヒーローが活躍する物語が溢れている。彼らは様々な事件に遭遇し、強大な敵に立ち向かっていく。仲間たちと力を合わせ、世界を危機から救い出す。いらっしゃいませ。だけどその物語には脇役が存在する。あるいは登場すらしない人々も。僕はある年齢を過ぎた頃から、自分がヒーローではないことに気がつき始めた。この世界にとって、僕は脇役に過ぎず、物語に登場することもない。でもいつかはヒーローになれる。その時を夢見ている。これは、そんな僕の物語。
ついたか。こっちの声は聞こえているか。よし、ひとせ、そっちはどうだ。およ、なんか画像データが乱れてんな。おい、リュウジ、俺の顔ちゃんと見えてる？こっちは問題ない。エリカ、お前はどうだ。見えてるよ、お兄ちゃん。その子とエデンとの画像通信ラインだけのデジタルウェーブの異常かな。音声通信は問題なら仕事に支障はないな。うん、でもやっぱりやめた方が。優しいね、お嬢は。新人くんが心配なわけ。そういうんじゃないから。言ったはずだ。リスクは覚悟。仕事を始める。全員。おいおい、もちろん。強敵の名はどこのチームにも所属していないフリーのハッカーで、クライアントはエデンを探すハッカーを見つけ次第ボッコボコにして、同じアカウントで二度とエデンにログインできない悪どいハッカーには俺たちフーディエが正義の鉄槌を下す。腕が鳴るね、こういう仕事は。私たちはあくまでサポートだよ。まあもう分かってるって。気分の問題だよ、気分の。まずはクーロンにいるハッカーからシガの情報を集めろ。ひとせ、はいよ、待ってました。じゃ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 ーん、俺様特製丸